ドリームキャッチャー。5月28日日曜日の午後4時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢を応援するラジオ、ドリームキャッチャー、ナビゲーターの出口優子です。この番組は夢を追っている人を応援し、やりたいを叶えるエンタメ系番組。アーティストに限らず年齢も関係なく、とにかく夢実現のために進んでいく皆さんを応援していく番組です。毎回ゲストを招きして、やりたいことや叶えたいことを語ってもらったり、時には夢を叶えるコツを教えてもらったり、そして県内外のライブ情報、演劇公演情報などホットな情報もお届けしていきたいと思っています。どうぞ皆さん1時間お付き合いくださいね。この番組は楽しみながら表現力アップ、演技レッスンスタジオ DC アクティングスタジオと総合エンタメカルチャースクールルーム84の提供でお送りいたします。それでは引き続き番組テーマソング、しずくが歌うどこまでもお聴きください。走れ走れ、思う
始まりました、ドリームキャッチャー。5月28日ということで、もう5月も最終の日曜日になりました。この放送はですね、あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇のスタジオより収録でお届けしてるんですが、今まさにこの時間を私ね、ティルルホールで from 沖縄本気の、舞台祭ということでね、私率いる心箱が、演劇をお届け、もうすぐお届けするという感じのね、時間になっていると思います。はい、ということで、本日もね、ゲストをお迎えしたいと言いたいところなんですけど、本日は、準レギュラーのこの方とお二人で、やっていきたいと思います。はい、では準レギュラー佐竹直美さんです。はい、よろしくお願いしますちょっと本日から正式に準レギュラーとして参加させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、直美、徳之島にゴールデンウィーク帰っていたということ で、はい、そうですね、どうでした？はい、今回その徳之島に帰って、はい、今までその徳之島って闘牛が盛んなんですけど、僕自身あんまり闘牛をその徳之島にいた時にあまり見ていなくて、うん、子供の時とか見なかったの？あんまり見ていなかったんですよ。でその友達とかはその、まあ、知り合いが牛飼ってるからそれで見に行くとかあったんですけど僕がそういう知り合いがいなかったので、はい、まあ、闘牛やってるんだと思いながら、うん、まあ、過ごしてたんですけど、うんうん、今回その徳之島にまず狩牛58の皆さんが徳之島でライブされたんですよ、はい、でその時に、ライブと一緒に、うん、闘牛大会があるということ で、 でそれで、まあ、最初だから狩牛58さんを目的に行ってたんですけど、うんうんうん、あ、ナミキも？闘牛見たら、はい、わ、これは面白いなと思ってね。なんかあの闘牛イメージが違うよね。ですね、なんかだからもうなんかものすごい迫力と、はい、あと子供たちも、うん、そのやっぱ知り合いの牛とかなので、はい、みんなで声援してるんですよ、うんうん、いけいけいけとか、うんうん、で勝ったら全力で喜ぶし、うん、で負けたら全力で、悔しがってるし、はい、であの徳之島で沖縄の闘牛はちょっと分かんないんですけど、うん、その徳之島の闘牛だったらその勝った瞬間にもうみんなで牛を囲ん で、はいはい、で牛の上に乗って、うん、で徳之島であの闘牛の時に掛け声がワイドワイドって言うんですけど、ああワイド、はい、ずっとワイドワイドって言って、それがもう、はい、ちっちゃい子供からお年寄りまで全員牛の上に乗って、うん、だからもう絶対この島いつなっても元気だろうと思うような、うん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 、そんな風景が広がって、だ今まで見てなかったのがもったいないなと思うぐらいの。本当だよね、かなり楽しかったですね。私徳之島の闘牛は見たことないんですけど、はい、沖縄本島の闘牛、はい、やっぱイメージ的にはなんか人にやらされてるってイメージがあったっけ。あ、そうですね、なんか人が牛を戦わせてるって、はい、でもなんか見に行ったら牛が自ら戦うよね、はい、そうですね、もう入場の時点で走って入場してきて、うん、そう牛がもうそうエキサイティングしてて、はい、勝った牛はもうすっごい自慢げだよ ね、 ね、もうなんか人が見えてるよう な、 なんか、そうそう、なんかヒーローインタビューでも受けるような感じの勢いようとし た、 俺が勝ったぜみたいな。そうそうそう、で反対にね負けちゃった牛さんはシュンとしてる感じで、はい、いやなんかそう沖縄と、まあ、徳之島のそういう闘牛、はい、ああ見た方がいいみんなですね。しかもその、まあ、初めてというか、まあ、あんまり見たことなかったので、うん、その、まあ、実況の方が一応いらっしゃるんですよ。その実況もねすごいよね、はい、でそれ で実況聞きながらじゃないちょっと分かんない部分があったんですけど、うんうんうん、そのよく分かんないところでなんか盛り上がってるなみたいな時があったんですよ。それは何だったんですか、会場で。でそれであの実況者の方の話聞いてたら、うんうん、その牛が舌を出したらあの疲れてる証拠だから、はい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 、これはもう勝ち目があるよみたいなところで盛り上がるらしいんですよ。でもそういうところまで見てんだと思って、あ、そう、そこって一番大事なとこかもしれないよね。ですね、うん、で僕あのあまり闘牛を見てない人からしたらその牛と牛を戦う、牛と牛が戦ってる、うん、その景色しか見てないですけど、うんうん、やっぱ好きな人からしたらそういう舌が出てたりとか、うんうん、あとそのすごい呼吸してる脇腹を見て興奮してみたいな、うんうん、それで勝つか負けるかをみんなで見ながら盛り上がってるみたいなことは今回知れたので、すごいいい経験できたなと思って、うん、それ私が見た時は牛が飛んだ、あの脇腹からこう、はい、持ち上げられて牛が飛んだの、すごいすごいと思ってすごいですね。でもそういうなんですかね、その衝撃的な映像がだから多分毎回見れると思うので、うん、すごいですね、すごいですよね。どれぐらいのスパンでやるの？徳之島の闘牛って一応年に2回あるんですね、大きい大会が、はい、それが
プラスあの、はい、まあ、スポンサーさんを入れた形で、だ今回のかりゆし58さんがいらっしゃったのは、一応そのスポンサーさんが、はい、企画した、うん、一応闘牛大会で、うんうん、一応その前日にあれがあったんですよね、その徳之島の中で一番強い闘牛種を決めようみたいな大会があって、一番それが盛り上がるらしくて、でそれで2日連続で闘牛大会があって、うん、で一応だから何ですかね、徳之島のチャンピオン決める大会に出てない牛たちを、うん、今回出して、でそのこれからの闘牛界を担っていくような牛たちを今回は、はい、お新人戦みたいな感じで、ですですです、お、でもすごいいいですね、なんかこのライブと絡めるってめちゃくちゃ良くない、ね、フェスみたいにその闘牛を見ないと、はい、その人たちのライブチケットが手に入らないみたいな形ってめちゃくちゃ良くないですか、ですよね、しかもそのかりゆし58さんのファンの方も今回、うん、いろんな県からいらっしゃってたみたいで、うん、でその方たちのためにその闘牛が見れる席も用意されてて、うんうん、だからそういうところで徳之島の何ですかね、新しい魅力が、うん、その他の人にも発見されるんだろうなと思って、うん、すっごい面白いなと思って、ね、特に若い世代がね、はい、絶対進んでは闘牛見に徳之島には行かないじゃないですか、はい、でもやっぱりそのライブと絡めることによって、はい、そのチャンスがねあったら、はい、また新たな趣味にもつながるかもしれないし、すごいですね、すっごいめちゃくちゃ面白かったですねしかも久々にあの久々にというか、一応僕専門学校に通ってまして、うん、でその時に、うん、あのかりゆし58さんのボーカルの前川さんと一緒にあの、はい、イベントをやらせてもらったんですけど、はい、今回その徳之島にいらっしゃるということで、はい、そのイベント前に、ちょっと休憩されてる時があったの で、うん、でその時にちょっとご挨拶させていただいて、はい、で一応覚えててもらってたんで、うんうん、あ並木じゃんって言ってもらって毎回その僕髪色がよく変わるタイプなので、そうだよね、本当に多分覚えられてないかもなと思ってたんですけど覚えてくださって、でまたなんか沖縄でやるときなんか面白いことやろうねって言っていただいて私より温かいね、私分かんなかったもんね、髪色がそんなことないですよ僕だからこう毎回ね、あの出させていただくたんびに髪色変わってるなと毎回思ってて、変わってるね今だモニターが目の前にあるんですけど、そのモニター見るたんびに毎回髪色違う状態で出てるなと思って、今金地色だよね、今そうですね、もうパッキパキのピンクで一応だから4月5月が僕の髪歴が大変で、うん、黒だったよね、黒でしたね、もともと薄いピンクだったんですよ、うんうん、薄いピンクで、そうだよね、で黒くして、でその1週間後にブリーチして、うんうん、1回茶髪になって、でその後オレンジになって、で今度この色なのでもう痛み放題じゃん、すごいですねだからこの前だからその徳之島に帰った時に親に言われましたもんね、うん、あんたはげるよって言われていやでも切れたりしない、そこまでやるとみんなほら髪の毛が、あーですね、髪の毛かけ上げるだけでふわーって切れていく、はい、僕でももともとの髪がその美容師さん曰くめちゃくちゃ頑丈らしくて、うん、だからお店入ってきた時点でその1回ブリーチしてくれてた方が助かるらしくて、全然色も抜けないし髪もボロボロにならないから多分ハゲないと思いますよって言われて、よかったね、ですですです、もう今やりすぎてるので5日から全然ない状態で全然ない状態出させていただくこともあるかもしれないですね、もしかしたらスキンヘッドというか、でもサラサラだったのが今サラサラじゃないよね、そうですね、だん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 お人形の髪みたいなんで、枝毛というかそういうのが出てきて、多分キューティクル開きっぱなしみたいな、はい、今日だからもう久々にその学校の人と会ったんですけど、はいはい、もう目が痛くなりますねって言われて、なんでその髪色のせい で何喋っても髪色に目がいっちゃうから、ちょっと早く黒くしてくださいよって言われて絶対嫌ですって言って、もうね黒染めしちゃうと色できないからね、です ね私もだから黒染めしてしまったので、昔結構赤かったんですよ、赤レッドブラウンみたいな感じで、はい、色が落ちて茶髪になってたんだけど、はい、今それをする待ちです、ブリーチすると痛むからやりたくないの、はい、伸び待ち、あ伸び待ち、でもか髪黒くしちゃったら毎回なんかそのピンクの状態で印象を付けられてるので、うんうん、黒くしたら毎回そのどんだけ仲良くても、うん、あれ誰でしたっけみたいになっちゃうので分かんないよね、そうですよね、しかも僕的にも確かになって思って、だってあのコージュンさん分からなかったよね、あ、はい、一発目会った時ピンクで、はい、次黒だったら一緒かなとで忘れられてるのか、うん、シンプルにそのあれじゃないですか、その、あのラジオ収録開始まではちょっと、うんうん、一人で作業しとくみたいな、ああどっちか分かんなかったので、一応すごい距離感開けて座ってたんですけどそしたら気づいてなかっただけ、はい、でも3回目以降ちょっとご挨拶させていただいたら覚えててくださって、はい、毎回だからあの
ドラマのエキストラで一回コウジュンさんとご一緒させていただいたことがあったんですけど、その時はもう髪色変わったんですねって言っていただいて、あ、覚えててくれてるわと思って、もう大丈夫だよ、もう、はい、多分今度はまた印象変わるかもしれないので、うん、ちょっと出口さんもお願いします。はい、わかりました。忘れないように。あなたはどなたですかみたいな。まあ多分しばらくピンクだと思うので。あ、でもピンク持つよね。ピンク、はい、ものすごく、ね、普通ピンク染めた人って結構色落ちがひどくて、はい、ね、ピンクシャンプーとか使ったりとかしてね、はい、持たしてるけど全然変わらないよね。一応今回その美容師さんにやってもらったのがもうめちゃくちゃ強いカラー剤を使ってるということで、だから全然落ちないですよって言われて、今後だから髪色変えるときはちょっと難しいかもしれないですよみたいなことだったんですけど、いやもう絶対ピンクなんでって言って。ピンクなんで。いやでも伸びてきたらどうするの？伸びてきたら一応ピンクと黒はなんか相性がいいらしいんですよ、色的に。だから意外とそんな違和感ないっすよって言われて、だからじゃあもうそれでいいやって。じゃあそれで。じゃあ今後、まあだからそうですね、5月の何日でしたっけ、13でしたっけ、14か、うん、その、うん、Can You Dream のイベントをさせていただいたんですけど、はいはいはい、もうその時もどうにか佐竹並木っていう名前じゃなくてもピンク髪ピンクの子がいたなっていう印象をどうにかついてもらえばいいなと思って、でそれで一応いろんなところで、まあ、声かけるというか、うん、もう どうにか来てくださいって言いながらやってたんですけど、うん、すごい。その Can You Dream の司会をやっていただいたんですけど、はい、あのまずね、あの何、会場入りの前にもなんかでっかいポスターを作ってきてくれて。あ、そうですね、お手製 の、はい、あのフライヤーってウェブフライヤーでだいたい A4 版ぐらいのウェブフライヤーを作ってるんですけど、はい、それをなんか拡大コピーしたの、あれ拡大にしてポスターサイズにしてくれて、はい、でそれを持ってあの茶壇の街を練り歩いてくれたそうで、はい、でまた開演前もねギリギリまでモズの下で呼び込みをしてくれて、はい、で一応なんかポスター見て立ち止まってくれてる人もいたりとか、うんうん、わ本当に行きたいけどみたいなことを言ってくださる方もいたので、うんうん、はい、わじゃあやってよかったなと思いながら、うん、本当にありがとうございます、はい、いやいやもうこちらこそです。また6月もよろしくお願いします。そうですね、今度6月4日でしたっけ。6月4日ですね、はい、今度ね6月4日もちょっと茶壇で僕が練り歩いてると思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひお願いします。ぜひ来てください。ね、当日、はい、並木に声をかけられた人はあの当日でも前売り料金でご覧いただけますので、そうですね、はい、ちょっとどうにかお願いします。はい、ちょっとあの来られない、あのイベント自体には来られない方でもね、ちょっと僕のインスタだけでもフォローしていただければ、うん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 、今後のキャンユードリームの情報だったり、はい、ね、いろいろ流せると思いますので、ね、ちょっとどうにかお願いしますっていう、なんかね今度はなんか用意しときましょうかね、そのあれですね、ね、並木ちゃん、並木ちゃん、はい、パスみたいな特別な感じをそうそうそう、はい、いいんじゃない？そしたら並木のいる時だけそれで入れるですね。あの当日でも前売り料金で入れるっていう、はい、僕を見に来てくれた方ももしかしたら ね今後はそうだよね、出てくるかもしれないので、ね、まあ、司会 MC といえどもね、その並木コーナーがあってもいいもんね。あですねマジックするとか、まあ、格好はマジシャンっぽかったですね。格好マジシャンっぽいすごく、はい、真っ黒な服で髪色が真っピンクの状態で出させてもらったんですけど、フライヤーの写真がさ、マジシャンか歌舞伎役者かそうですね、あ、多分ポーズのせいもありますね、ポーズのせい前で腕組んじゃってるんで今からあの皆さんに魔法を見せますよみたいな感じのセリフが聞こえてくるようなシーンだったので、なんか決めゼリフかなんかを言いそうな感じでねですね、あのマリックさん来てます来てます的ななんかだからこれからあのフライヤーの写真撮るときもですね、うん、ちょっとあの人にお願いして、はい、ちょっとあのフライヤーの写真撮るんで、うん、ちょっとあのいい感じにお願いしてもらっ、ね、撮ってもらっていいですかってお願いして、うん、でそれでめちゃくちゃ撮ってもらったんですよ、うん、もう 100何枚かぐらい撮ってもらって、そのうちの一番まともだったのがあれでえ、それまともじゃないの見てみたかな、まともじゃないのがちょっとあのダメでした。じゃあ99枚以上はまともじゃなかったってこと。まともじゃなかったですね。どういうこと。なんかいろんな写真撮られ慣れてなくて、めちゃくちゃ下手なんですよ。なんかどういう表情をするべきなのかとか、どういうポーズをするべきなのかとか全然分かんなくて、一応今回撮ってもらうときに、うん、まあ、写真慣れというか、うん、割とまあ撮られたことあるよっていう方たちにお願いして、うん、でそれで撮ってもらって、うん、で結構細かいポーズとか聞いてたんですよ、うん、これど指どうやって組むのみたいな、どっちが人差し指前上とかそんなどっちでもええやんみたいな聞きながらやって、うるさいですねって言われながらやってて、だからもう顔があれでしたね、その不採用だった写真は顔がちょっとあまりにもなんか人前に出るような顔じゃなく人前に出るような
じゃあ今度は、はい、お家で練習をしといたらいいですよ。そうですね、これからねやっぱりいろんなアーシャは取っていかないといけないから、はい、表情作ったりとか、表情作ったりとか、もうその気になればいいだけだよ、はい、その気になれば。そうです、だからなんか写真だけ毎回苦手で、動画とかだったら別に何の抵抗もないんですけど、うんうんうん、写真になったら嫌ってなっちゃって。なんでなんで。じゃあ多分自分の中ではなんかごまかしか効かないからなのかなと思って。写真なんか修正できるじゃん一応。はい、なんかでも動画の方がなんか安心感があるというか。そうなの。だ動画だったら別に誰に撮られようと全然撮ってくださいになるんですけど、写真撮ってくださいってなったらわーってなっちゃうんですよね。じゃあこれからもし佐々木並木を見かけた方は写真撮ってください、はい、もう写真プラス動画で、はい、でもね、研究した方がいいよ。ですね、研究しましょう。でなんか前聞いた話がその写真で撮られる時と鏡、うん、自分で鏡見た時の顔が違う理由は何、うんうん、って聞いたら、なんか鏡で見た時なんか自然と表情筋がうまいこと使ってて、ちょっとだから綺麗に見えるというか若干小顔になるような筋力を使ってるらしいんですよ。で写真だったらその自分で自分の姿見れないから、その無気力の状態というか筋肉に何の力も入れてない状態だから、ちょっとあんまりよく見えないみたいな。だから自撮りがいいんじゃない。あ、自撮りだったね。自撮り一番下手なんですよね。なんでなんで。一番下手 で前その一番最初の収録で、この Can You Dream、 ドリームキャッチャーの収録で、自撮りでしてインスタグラムに上げたんですけど、自分の目がパッキパキすぎて、どこ見ていいか分かんなくなっちゃうじゃん。あ、ですね、多分ねえねえねえ全然写真だけ一向にうまくならないなと思って。じゃあ今日も終わってから2人で自撮りして、あ、ちょっとそうです ねどうにかあげましょう。パキパキじゃない目をお見せできるように。おかしい。もうだからちょっと写真の方もね頑張っていかないと。写真ね、でもね、慣れてる子ってめちゃくちゃ慣れてるよね。ですよね、だから顔で、だから一瞬で表情変えれるというか、雰囲気が変わるので、本当にすごいなと思いながら、今後だからそういう人を見て盗むというか、まあ、自分でいろいろ工夫すればいいんですか。ですね、この角度とかこの角度とか、はい、毎回だからそういうなんか自分にできないことがあったら一応人の技を見てというか、見て盗むようにしてて、で一応今の専門学校とか、その何ですかね、今の2年生、だ最高学年の代、の子たちにはもうあんま本人たちには言ってないですけど、ずっと裏で見ながら、こういうようにすればいいんだみたいな感じで、見て盗むようにはしてたので、ちょっと申し訳ないですけど本人たちには。なんかおじさんとか言われてなかった。あ、言われてましたね。でもなんか台にはあれですね、お母さんと言われます。一番そうなの、多分まあ制作として入ったのもそうなんですけど、一応その裏方する前からその、みんなが入学してきた段階で自分結構喋りかけてたんですよ。でそれ で多分喋りかけてた理由もなんかみんなが一応学校に馴染みやすいというか、その何かあった時に聞ける存在が必要かなと思って、でそれで話しかけてたんですけど、なんかそういう部分を分かってくれたらしくて、で毎回そのご飯とか行く時、時々ご飯とか行くんですけど、焼肉屋行ったら自分が肉焼いてるんですよね、一番年は上なんですけど、しゃぶしゃぶとか行ったら自分が肉をやって、で全員の皿に取り分けてみたいなことをしちゃうので、であと他の人がトング持ったらめちゃくちゃ言っちゃうんですよ。いや触んないでいいからみたいな。奉行だね、奉行。こっち焼くからみたいな。奉行、焼肉奉行だ。みんなが美味しそうにしてくれれば別にこっちも満足だよみたいなのを言っちゃってたら、もういつしかお父さんとかお兄さんでもなくお母さんって言われるのって、最近はもうおじさん呼ばわりで。そういえばだって一緒に舞台出てるもんね。そうですね、ピンチヒッターで、代役というかそういう形で出させてもらって、一応その時も何ですかね、もう全面的にサポートする形で、一応制作としての仕事はあったんですけど、それ以外にもなんかいろいろやらせてもらったので、多分そういうのもあって、だもうちょっとせめておじさまって言われたいですけどね。おじさんはちょっとおじさんって、今日もう学校入った瞬間に髪ピンクのおじさんって言われたんで。あれは Can You Dream の時はどうだったの。キャンユーの時はあれでしたね、あんまりおじさんとは言われずに。いや、やっぱりさすが周りがいるので、さすがにおじさんと言われないだろうと思って。ただあれは言ってましたね、その格好は言ってましたね、ホストみたいじゃないですかって確かになと思いながら、あでも自分の中でも確かにちょっとホストっぽいなと思ってたので、
それで、まあ、しかもキャッチもキャッチというかお客さんにお客さんに声もかけてたので一回だから女性の方が立ち止まってくれてたんですよ、うん、ポスター見て、うん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 、でそれのやり取りがもうもろナンパしてる人みたいになっちゃって自分の中でちょっと反省点だなと思って。なんかさあのカード作ったら名刺ですね。あの私がほらラクサスの作ってるじゃん、はい、あんなみたいなののもうだってこれから MC とかそういった、はい、例えば芸人さんとかやっていくんだったら、はい、でそういうのをそういう時に渡してですね、インスタフォローしてくださいみたいな。そうそうそう、で私もしあのキャンアイドリーム来るんであれば、はい、これを受付で見せてくださいと。あ確かに。そしたら当日で、はい、あ当日だけど前売りで入れるようにしときますからみたいな。あ確かに確かに、うん、それ一番あれですね、分かりやすいというか。そう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 、どっちにもウィンウィンな、うん、あいいですねそれ作りましょう、ね、今名刺なんてすぐ作れるから、はい、には写真撮らないと ね, ねあのマジシャンの写真でまたちょっと写真問題が写真問題がね。そして、はい、あの QR コード載せといたらあです、ね、フォロワーも増えるし、今インスタ、ツイッター、フェイスブック、TikTok までは一応アカウントはあるんですよ。おまだ動画上げてないんですけど上げましょう。そうですね、うん、この間徳之島帰った時に一応インスタとフェイスブック、ツイッターで上げたんですけど、うん、なんかインスタでリールっていう、機能があるんですよ。なんかショート動画を上げるみたいな機能があって、はいはい、リールリール、はい、でそれを一応投稿はしたので、うんまあ、それをそのまま TikTok に上げるだけでいいんですけど、うんうんうん、全然なんか TikTok ってなったらちょっと自分の中でハードルが高いというか、なんでなんで、あ私も上げてないけどTikTok なんかあれなんですよね、ちょっと怖くなっちゃうんですよね。でも TikTok バズるのは TikTok からだよ。ですよね、一番見られるのは確かに TikTok だなと思って、見られるのは TikTok からなので、そうだからもう今回上げましょう。上げましょう。上げます。上げましょう、はい。そして私もフォローしてください。フォローしますので。私宣伝しか上げてないので、イベントのこととか、あと猫とかしか。あ、猫確かに、ね、上げられてますね。うん、で時々あの寝落ちしながら誰かに送っちゃうみたいな。お危な。とかなんか再投稿っていう機能が TikTok にあるんだけど、あれ何？知らない間に再投稿しちゃってるの。あれですもんね。しかも。ワンタッチで再投稿みたいになっちゃうので、ワンタッチで再投稿しちゃってて朝起きてびっくりみたいな、はい、あれどういうあれなんですかね。あれ何なんですか、自分の投稿になってるのかなと思ったらそうではないじゃん、はい、自分のところにはなくてただ再投稿、はい、僕的にあれ勝手な発想ですけどツイッターのリツイートとかで一緒かなと思って。あそういうこと。あれをしたらなんか動画の人とかで、うん、これ再投稿してくださいみたいな言ってる人がいるので、もしかしたらあれをしたらバズりやすいのかなと思ったり。あじゃあ私がラクサスをすればいいってこと。そしたら多分もしかしたらその出口さんのフォロワーの人にも一気にその動画が行くのかなって思ったり、うん、そういうこと。なんか全然私のなんかその気づいたのが再投稿にいいねされましたみたいな、はい、私何やってんのと思ったらキンプリだった、はい、それ別に私意識してしてないけど多分寝落ちしながらポポンってやっちゃったんだと思う、あの触れちゃうじゃん、ね、ちょうどなんで親指触れるところにああいうのがあるのと思うんだけど。確かに押しやすいですよね場所がトトンって、ね、無意識でそう無意識に、はい、そうですね。そうなんかいろいろねやっぱり教えていただきたいので、はい、ちょっと僕も全然わかんないのであのちょっと研究してください、はい、勉強しながらなみちゃんが、うん、ですね。ちょっとこれからちゃんとそういう頭を使ってというかちゃんとやっていきましょう。 SNS を使ってやっていかないといけないなと思うので、ね、本当にみんななんかねバズってるもんね。ですね。しかも沖縄とかあれじゃないですか、その音楽の一番最初の始まりがその動画上げてそれが有名な人の目に留まって、うん、でそこからヒップホップ界の、ね、頂点取りますみたいななるじゃないですか。だやっぱ本当に SNS の力って大きいんだなと思って。本当に大きい。今あの TikTok が流行ってから、はい、本当にこのなんていうタレントへの道が近くなったよね。ですね。本当に今日まで素人さんだったのが、はい、明日からはタレント活動みたいな感じで、はい、YouTuber よりも早いんじゃないだと思います。しかもその東京とかであの TGC 東京ガールズコレクション、うん、今までがモデルさんとかその女優さんとかしか出てなかったのが、最近だったそのインフルエンサーの枠として YouTuber とか TikToker さんとかが歩かれてるので、やっぱ相当見られてんだなと思って、ね、相当見られたかおすすめ乗ってきたらすごいよね、はい、ちょっとあの困った人とかもいっぱいいるけど、ね、あですね。ちなみにあれなんですよ、最近あのツイッターで見たんですけど、はい、うん、うちの、徳之島の母校が、うん、TikTok でバズってて。え、そうなの、はい、ね、母校がアカウント持ってるの。いや、母校を撮影した動画がバズってて、そうなんだ。で、うちの学校あれなんですよね、創立が120何年かあるんですけど、その創立
した当時、うん、120何年か前のままの校舎があったりするんですよ。でそこがあの一応戦争もその校舎自体経験してるので、うんうんうん、あの壁とか見たら穴が開いてて、うん、でその穴の中にその銃弾というか、銃撃の証みたいなのがあって、はい、うん、で一応それが動画を TikTok に上がってる人を見たらめちゃくちゃバズってて、さっきなんかのスズメの戸締まりでしたっけ、はいはいはい、映画があって、はいはいはい、一応なんかそれにもなんか似たような場所が登場するわけですよ、そうなの、それであの戸を開けるところわかんないその場所が、自分見てなくて、見ましょうやスズメの戸締まり見てなくて、それで、でコメントであスズメの戸締まりの場所だみたいな書かれてたので、そういうところでもバズるんだと思って、で TikTok で一応僕の、母校の三小学校という名前なんですけど、うん、山に小学校って書いて三小学校っていう、で一応多分徳之島三小学校調べたら多分出てくると思うので、なんかもしかしたらモデルかもしれないよね、どうなんですか ね結構だから気になって、新海監督に小学校の時とかその校舎があって、一応今その校舎が資料館として、うん、その中にはあのかなり昔に使われてたあの農作業の道具とかが一応中にその、はい、まあ、小学生たちに伝えるための資料館としてあって、うんうんうん、であんま中に入る経験があんまなかったんですよ、うんうん、その鍵自体閉まってるのずっと、うんうん、そのよっぽどの時しか中に入ったことなくて、うん、でまあその学校の中にあるので、はい、いつも見てる景色だったので、うん、別になんか自分にとってはなんか普通なことというか、うん、日常だなと思ったら、意外とだからそういうのがその他の人からしたら、うん、全然なんか普通のことじゃないみたいな感じだったので、うんうん、そうだね、でも徳之島からどんどんバズるチャンスはあると思うので、で地元の人じゃない人の方がもしかしたらそういうところが発見できるかもしれないですね。じゃあでもさ、ねむきゃ地元でありながら一応外に出てるから、はい、ですね、その両方の感覚があるから、はい、先越されちゃダメだよですね、ちょっとちゃんと自分の役割というかちゃんと理解しながら、まずはスズメの戸締まり見よう。そうですね、映画全然見ないんですよねダメですよ、見ないとエンタメ界行く人は映画、そうなんですよ、一応とりあえず話題になったもの見たらいいよ、はい、最近ようやくハリーポッター全シリーズ見たぐらいですね。あ、私もあんまり見ないけど見ないけど見ますよ、スズメは見ましたよ、スズメの戸締まり、そうなんですよ、めちゃくちゃ良かった、話題になってるなと思いながら全然見てなくて、結構しかも長いことあれですもんね、上映されて、うん、応援上映っていう形で、しかも海外でもなんか台湾にも新海誠さんが挨拶行かれて、あの全然前情報なしで見たから面白かった。あ、ただ CM でなんで椅子が走ってるんだろうぐらいで見たので、ありましたねそういう CM、 そう、あ、面白かったよ、しかも音楽もあれですもんね、うん、毎回新海誠さんの作品がめちゃくちゃ良くて、うん、まあ、見ればよかったな、見ましょうですね。今はもうどこでもやってないのかな、このもしかしたらそうかもしれないです ね DVD とかになるのも、もうだってあれですもんね、1年ぐらい経っちゃってますもんね、上映されて経っちゃってるけど、多分そっか、ね、結構長いこと見ましょうですね、本当に映画映画全然見てないので、見ましょう、そこから得るものも多いはずですね。ドラマは、ドラマはあれですね最近っていうか今放送されてるやつなんですけど、うん、一応日曜日の夜に、うん、あの日曜の夜ぐらいはっていうドラマがあるんですよ。え、何それ、どこでやってんの、どこでしたっけ、 TBS、 誰が出てんの、あの清野菜名さんとか、 あと私も見てないけどめるるさんとかが出演されてて、一応主要の女性のキャストなんですけど、うん、3人いらっしゃるんですよ、うん、でその3人がその家族間の問題だったり自分の人生の問題だったりいろいろ抱えながら毎日日々過ごしていきますよみたいなドラマなんですけど、うん、それなんかなぜ見るようになったかっていうと、うん、その主題歌が、うん、僕はあのミセスグリーンアップルっていうバンドが好き で、はいはいはい、でその方たちが一応そのドラマの主題歌を歌われて、ミセスグリーンアップルなんだ、はい、それで気になってみたらめちゃくちゃ面白いなと思って、毎回毎回その泣きながら見てるというか、泣ける話なの、めちゃくちゃ泣けます、その多分なんですかね、そのドラマ見てる人たち全員に共感できるというか、うん、そのなんですかね、日々楽しそうにしてる人でも、うん、あのまあ、大変なきついことを抱えてるし、で一方でそのまあなんですかね、あのいろんな人に寄り添いながらみたいな感じのドラマなので、うんうん、めちゃくちゃ泣きますねあれ。そうなんだ、はい、毎回本当に泣いてます。おほほほ、いい、でもなんか物を見て泣くっていうのはいいことだと思うの、はい、男の人の涙、あ海とか見て泣くんですよね海とか見て泣くし、いやいいじゃん、感受性が多分めちゃくちゃあるいいんだよ、うん、ちっちゃい子供見ても泣くしみたいな、うん、それはいいですね、
いいですねとか言って 何も買ったしみたいな。だから一応学校でその演劇とかあったじゃないですか、うんうん、そういう時にも裏方でその制作として、そうだよね、星の王子様見ながら泣いてたもんね。泣きました泣きました。裏で舞台袖から見ながら、しかもあの練習の時とか、ああ他の人より明らかに多く見てるんですよ。でもその練習の初期の初期からいるので、毎回それ見ながら、いやいい話だって泣いてた。そういえば、だからその一番最初に今の2年生の子たちがやった新しい憲法の話の時も、あの台本もらって2回目の練習から自分見てたんですよ。その一応なんか休みの人が1人2人いたから、それの一応セリフやってほしいということ で、うんうんうん、でそれで見させてもらって、うん、でだん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 みんなが成長していく様子だったりとかを、うん、そのもうお母さんがやっぱり練習の動画を見ながら、うん、うわやっぱ成長してるわと思いながら、うん、で本番終わったらやっぱみんなその何ですかね、達成感というか、うん、そういうのでみんな涙しながらその控え室に入っていく様子見ながら、うん、そこでちょっと危ないなと思いながらちょっと、うん、一滴二滴涙は出たんですけど、うん、いやこれちょっとみんなの目の前で泣いたら絶対バカにされるわと思ってどうにかこらえましたけど、いや私ももうそう毎回泣くよ。いいですよね、やっぱりやっぱ成長、はい、成長とあとみんなの集中力で必ず奇跡が、ね、起きるので、はい、本当にケチョンケチョンに私にギリギリでいつも怒られるじゃん、はい、まあ、わざと怒ってるんですけど、集中力生まれて成功すると、はい、よくやったと思って毎回。だからなんか自分が何ですかね、その1年生の時とか演技を取ってたので、うん、演技の授業を取ってたので、うん、一応その正式な形で演技出てたんですけど、そうそのちょっとだけね、はい、なんか自分が出てる時より か、うん、かめちゃくちゃ感動しちゃってなぜか、うんうんうん、すごい良かったですねあれ。じゃあまたやってみたいと思いませんか。またやってみたいなとは思いますよめちゃくちゃ、ね、やりましょう。ちょっとはい本当に毎回毎回泣かされるなと思いながら、うん、その今の2年生を見ながら、うん、で多分今回、まあ、今日なんですけどその今回、ね、新1年生にも会ったので、うん、今後だからもしかしたら何ですかね、本番とかめちゃくちゃ泣いてる可能性が目には行くのでそうだね、はい、よろしくお願いします。多分一番前でめちゃくちゃ泣いてんじゃないかなと思ったりおじさん泣いてるよって絶対バレるなっていう、しかも髪色ピンクなんでピンクいくら光がなくても多分見えると思うのでちょっとどうにかバレないようにね。なんかいいっすね、やっぱね、感動っていいよね。ですね、成長って感動するよね。あですね、ね本当に本当にそれこそね、だからもう子供生まれたら大変なんじゃないかなと思って。いや絶対大変で、あんなにまずはこのなんていうの、まあ生まれてきてありがとうで泣くじゃん、はい、日に日にやれることが多くなってって、はい、まあ立ったーで泣くじゃん、歩いたーで泣くじゃん、はい、でまあ幼稚園とか通って卒園式で泣くじゃん本当に絶対ずっと泣いてるなと思ってそう、ね、入学式、はい、卒業式とか泣くよね。しかもさ最近みんなに言われるのが、うん、絶対並木さんって子供生まれたり家から出なそうですよいや確かにと思いながらいや出ようよもう絶対離れたくないなと思うそうで、うん、だからもうあれですね、感動する要素は多いので、うん、そういうところもちょっとプラスに変えていけるように本当にね、はい、はい、ということでね、そっか日曜のドラマね、それね、はい、見てみますね。ちょっとめちゃくちゃ面白いのでぜひお願いします、ね、私が今ハマってるのは、はい、やはり日曜日の夜なんですけど、はい、沖縄ではやってないの。おー、日テレとかで。日テレなの、はい、最近日テレのドラマが私の中で熱くて、なんでブラッシュアップライフとかも日テレだったし、はい、それ全部 TVer で見てたんですけどね、はい、今回も TVer で見てるんだけど、はい、あのだが情熱は あれは見てます。めちゃくちゃネットで評判悪いじゃん。あ、視聴率最低、視聴率とか言ってるけど、はい、私の周りみんな絶賛する人が多いんだよね。あれ、はい、あれ面白いよね。あれ面白いですよね、うん、で特になんかそのジャニーズの2人が そうですね、あれほどまでに、はい、なんていうの、この本人に近づける、はい、山里さんと若林さん、そうしずちゃんもね、あですね、そっくりだし、あとあれ春日、あ、はい、あの若手があれほどまでに近づけてくれると、はい、めちゃくちゃ見応えがあるし、めちゃくちゃ面白いですよねあれね。めちゃくちゃ面白いと思うんだけど、多分普通のドラマと思って見ちゃうから面白くないのかな。あ、確かに感覚的に。いやいやいや、なんか一番最初の頃に、はい、あの若林が高校の時に、はい、春日が前に座ってて、
あの毎日この襟足を切っていくっていうエピソードが、あれ前に聞いたことがあったっけ、本当にやってたって言って、ね、なんかエピソードトークとしてお話されてましたもんね。だけどそれがドラマになった時に、はい、あんなことあるわけないじゃないかみたいなネットで叩かれてたわけで、今更そんなの見たくないとか、はい、いやいやこれ本当の話だぞと思う。しかも多分本当に若林さんならやりそうですけど、ね、やりそう、はい、だからだって本当にやってたんでしょ、ね、本人のなんですけど事実に基づいて作ってますね。そうあもうすごいなと思って、ね、あれだから毎回その僕ではもともとというか、まあ、今もちょっとそうなんですけど、うん、その芸人を目指してたので、うん、そういうなんか今売れてる人たちの若手の時代というかそのうまくいってない時代の映像というかドラマなので、うんうん、毎回見ながらうわそんだけ努力しててもやっぱ売れないんだとか思いながら、そうだよ本当に、あのしかもドラマだったらその若林さんと山里さんの対比で、うん、そのめちゃくちゃ努力してる山里さんとそのなんかなんですかねそのちっちゃいことからどん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 やっていってる若林さんの、うん、その対比というか、うん、そういうのを見ながら、あでもこういうことしてもまだ売れないんだみたいな、うん、やっぱ厳しいんだなと思いながら、うん、毎回ドラマ見てて面白いよね、はい、だからジャニーズってすごいんだなって最近思うのですね。演技もねえ、あれだって本当にあれですもんね、主要の方はどっちもジャニーズで、ストーンズとキンプリでしたっけ。キンプリです、はい、もう今は2人になってしまったキンプリの残留の高橋海人くんが若林役で、めちゃくちゃ喋り方とかそっくりで、そう、ね、本当若林さんにしか見えないというか、はい、あのドラマを見てあの YouTube で探したら、うん、そのドラマの時代の実際のオードリーさんのネタの動画があって、うんうん、完全再現だなと思って、そういうの見てね研究してるんだよね。ですよね、うん、なんかしかも TikTok とかでもそのメイキングというかそのオフショットみたいな動画があって、で実際にその演技に入る寸前までそういう YouTube で動画を見ながらみたいな書いてたので、うん、すっごいと思って、すっごいと思うね。あの森本慎太郎くんも本当に山ちゃんになって、はい、そうですねもうなんか顔で言ったら正直全然違うんですけど、全然違うんだけど、でもう完全にあれですね、喋り方とか、そうでもなんか本人もこの今までなかったネガティブな妬みそねみの感情が湧いてきて困ってます、はい、今まで一度も人生の中で感じたことがなかったけど、山里さんを研究する上に自分にも湧いてきてしまったって、はい、それぐらい山里さんの妬みそねみが強いですねあめちゃくちゃ妬みそねみの人間でしょ、はい、ですね、そのネタとしても、ね、ネタ自体がそうですもんね、うん、でしずちゃんにもすっげー意地悪してたんでしょ、はい、あのしずちゃんだけ女優さんとして、はい、言ってた時に、はい、でもね今はねそれが原因であんな綺麗な奥さんもらいましたからね。そうですね本当の大女優さん、大女優さんを射止めましたから、ね、しかも結婚会見の様子が自分の中でめちゃめちゃかっこいいなと思って、うん、その記者の方が、はい、その蒼井優さん、うんうんうん、あの奥さんの蒼井優さんに、うん、あの魔性の女と言われてますけどどうですか、うん、みたいなあの質問してたんですけど、うん、それで山里さんがあの、まあ、世間ではそう言われてますけど、うん、その僕は彼女の笑顔が一番好きなのでみたいなコメント残してて、うん、かっこいいと思ってギャップがすごいなと思って、ちょっと今度使おうと思いましたね、あれは使ってください絶対何か言われたらそう言おうと思って、うん、あれしずちゃん役の女優さんもすごいよね。ですね、大きさは全然ちっちゃいんだけど、はい、しずちゃんに見えるもんね。ですね、しかもあの女優さんなんかソロモンの偽証っていう、うん、あの小説が元になった映画があって、それで女優デビューしたのかな、うん、それでその、まあ、その時まだ中学生高校生ぐらいの思春期だったけど、うんうん、その役作りのためにめちゃくちゃ増量して体重増やしてみたいな、うんうん、そっからその3年 A 組とか話題作にも出てるみたいな感じだったので、うんうん、本当にあそこまでですもんね、しずちゃんは完全再現というか、完全再現、はい、ちっちゃいけど大きく見えるというか、しずちゃんに見えるっていうのが、ね、なんか雰囲気で補ってるというか、うん、本当に毎回だからでも最近だから本当にドラマを見ながら、うん、その楽しむプラス、うん、なんか自分の中でもなんか こういう演技なのかなみたいな、うん、ちょっと思うようにはなってきたので、うんうんうん、ちょっとだから自分の中でも成長はしてるのかなと思ったり、やっぱりいろんなものを見ると自分の中のストックが増えるの で、 あそうですね、役作りするとこにも絶対この、ね、役立ってくるので、はい、本当にだからなおさら見た方がいいですね。なおさら見た方がいいです、本当、うん、いろんなものをですね、うん、いいですよ本当もうドラマはそれぐらいしか見てないのでね、ちょっと今後だから
もっと多分今話題になってる作品も多分いっぱいあると思うので、うんうん、まあ、TikTok とか見たらちょっとあれじゃないですか。 TikTok ってすごくいいよね、はい、そのなんかおすすめが流れてくるので、はい、話題になってるものがすぐ分かるので、 それから見ることが多い。あのブラッシュアップライフも全然日テレだから沖縄じゃ、うん、はい、ね、情報入らないけど、ね、TikTok で出てきて、はい、あ面白いと思って調べてすぐ TVer で見るようになったので、ですね、だから自分もだが情熱はあるに関してはもう TikTok で、うん、なんか面白い面白いって言われてるのを見て、ね、実際見たので、そう映画とかも結構昔の映画とかが流れてきて検索してみたりとか、はい、いやめちゃくちゃいいなと思って、ね、しかも TikTok なんかその小説とかの紹介もしてる方もいるので、うん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 、多分もう全ジャンル多分 TikTok 見とけば話題になってるのが分かるなと思いながら、ね、美容とか健康も、ね、そうですね、あるし、しかも年齢を問わずですもんね、うん、そのどの世代にも刺さるというか、そうそうそう、どの世代でも見ていられるような、ね、でも TikTok って正直最初はすごく中高生って世代が低かったけど、はい、ね、最近広がってきてるよね、はい、最近本当になんかいろんな世代の方が使われてるらしいです ね、タッキーもね、あ、そうですね、タッキーも TikTok 始めた時どうしたの、はい、と思ったけどですね、しかも TikTok だって一番最初の印象めちゃくちゃ悪かったですもんね、その YouTube とかの広告とかに使われてたので、すごいなんかうざいアプリとして最初はそれで普及してたんですけど、そっか途中からそのサービスの仕方が変わったりとかして今みたいな、で今だから若い世代多分 TikTok あんまり TikTok のアプリ入ってない人があんまり多分いないぐらいに普及してるので、うんうん、多分そういうところでいろいろ変わっていったのかなと思ったり、ね、あの YouTube の釣りみたいな感じで始まってたよね、こっちからちょっとどう、はい、ね、YouTube に引っ張るみたいな感じで、はい、でも今 TikTok だけでも楽しめるよねですねもうだずっと自分じゃ時間あった TikTok とかを毎回すぐ時間すぎるよね、無限で見ちゃうのでそうそうそうこんなにネタがあるんだって、はい、こんなに TikTok がいるんだっていうぐらい、あですね、毎回なんか毎日違う人が出てきてるのでそう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 、確かに、ね、すごい本当に沖縄の、ね、人でもやってる人いっぱい、はい、そうですね、出てくるので面白いよね、はい、だから並木も TikTok 早く、ね、ちゃんとガンガンやってちゃんと作っていかないと、はい、毎回なんか撮るな、何をあげようと思ってそこでストップしちゃうんですけど、うん、今後ですね、最近あのラクサスも結構上げてるよ。あ、そうですよね。あのナオタカの歌を上げてるので、はい、弾き語りを、はい、弾き語りとかいろんな歌歌ってますもんね、はい、いろんな歌を、はい、弾き語りな、今最近ナオタカは弾いてないけれども、はい、メンバーが弾いてとか、はい、そのメンバー同士の楽しいおしゃべりもね、あ、載ってますので、はい、ぜひぜひ皆さん、ね、ラクサスって、はい、検索してみていただきたいと思います。しかも毎回あれですもんね、ラクサスのインスタグラムから TikTok に飛べるようにストーリーに載せてくれてたので、毎回それ見て、うん、あ、今日も更新されてるわと思って見てるんですけどなかなか ね、ラクサスワールドもお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、ね、あと何がある、あとなんだろうな、何、映画とかドラマとかここをもっと見ていきたくて、コージョンさんがねいらっしゃったらね、コージョンさんも本当に週に何本も ね映画を見られてるので、ツイッターでレビューというか、はい、それされてるのを見て、ね、やっぱりねすごいなと思う、ああいう作品を書かれる方って、はい、やっぱり本もたくさん読まれるし映像もいっぱい見られるし、うん、やっぱそうしないとね、ああいう脚本とか書けないんでしょうねっていうか、ですよね、多分発想というか引き出しが多分すごいなと思って、やっぱいろんなものを見てるからこそ生まれる発想があったりとか、うん、そうだよ、並木も脚本書くんだったら見たらいい、そうですね最近そ、はい、脚本書いて、うん、一応去年の12月学校でフェスという形で映像で、はい、映像というか、まあ、学校から YouTube で配信する形のフェスがあったんですけど、うんうん、その月も一応朗読の台本書かせてもらって、うんうん、でその時なんかスッと出てきたんですよ、その、うん、自然となんか自由に書けたというか、うん、感じだったんですけど、今回その自分が出る作品じゃないので、はい、うわどうしようと思いながら今回では作るのがめちゃくちゃ大変で、一作はできたので、うん、一応それを演者さん側に共有はしてるんですけど、うんうんうん、それがあんまりやりたくなかったら作り直すからって言って今2作目を作っていこうかなって考えてる。もう私にも見せてよ。あ、そうですねそれを見ていただいて見せてください。一応だから今回だから何ですかね、2年生その学校の2年生の分もちょっと脚本を今分というか、うん、そういう人たち向けにも脚本を作っていってる形なので、ね、本当に脚本たくさん欲しいですちょっと、はい、作っていきます、うん、たくさん欲しいので、はい、ぜひぜひくださいですね
逆にもなんか作っていく中で結構面白いなと思って、なんか、うん、今はだからその何ですかね、その出口さんの演技の時とか台本をもらって、うん、でそこから読み込んでみたいな感じで捉えてたのが、うんうん、なんか今脚本を書く側にもちょっと鳴らしてもらってるので、うん、なんか気持ちの入れ方というか、うん、そういうところにもなんか若干変化が出てきて、うん、なんか例えば演出、こういう演出だから、うん、こういう風にしたいんだろうなみたいな、うん、ちょっとなんか裏を考えられるようには裏を考えなってきたので、素晴らしいですね。ちょっと結構いい経験できてんじゃないかなと最近思ってます。おなんかね、はい、あのもうとにかく早く読ませてください。そうですね。ちょっと早めに完成させて早めに完成させて、だ今月来月にちょっと完成できるようには、はい、ちょっとしておきたいですね。あのどんどん使わせていただきますので、はい、気に入れば、はい、ちょっと気に入ってもらえるように気に入れば、あの心箱の方もね、これからもどんどん指導していくので、はい、脚本欲しいんですよ。あじゃあ早く作らないとてかお前が書けよっていう話ではね作ったことあるんですか出口さん。作ったことねないんですよ。あでも演出側でいつも、うん、ね、出演者側なので、はい、でもできそうだなと思うけど、はい、やっぱりそのね難しいですよ書くのは。まあだからコウジュンさんとその収録前にあの2人だけの時があったので、うん、その時に今ちょっと脚本書いてて、うん、そのコウジュンさんってどういう風に脚本って書かれてるんですかっていうお話をしたら、うん、その演劇とかの脚本だったらその主人公の心情の変化とかをやっぱり書いていかないといけないからってことで、うんうんうん、それでその主人で自分の場合なんか明確な主人公立てなくて全員を主人公にしてるのが多かったんですよ、うん、今まで。だから今度からやるんだったらその主人明確な主人公立てて、うん、でその人中心に動いていくような物語も作っていければなと思って、うん、だからもういろんな人のアドバイスを聞きながら今試行錯誤しながらやってる状態です。まずは読ませてください。楽しみです。早めに作り上げます。本当に早めに作って、はい、ね、本当にいろんな世界をねこうクリエイトしていくっていうのは、はい、面白いよね。そうですね、うん、本当に今までやったことないようなことも最近だと本当に経験してるので、うん、そういう部分でちょっとずつなんか本当に自分がやりたかったことを見つけながら、うん、その他の人にも影響を与えられるような存在になっていければなと思ってて、うんうんうん、いいですね。ちょっと今頑張ってます。なんか私演出はその作家さんの意図、はい、あこういうことを思ってこういうことを表現したかったんだろうなっていうところを汲み取って、はい、それをどういうふうに組み立てていくか、はいっていうのが面白さになってくるわけ、うん、だから作家さん の、はい、あの息と か、はい、なんか意気込みとかこの思い入れとかを、はい、私なりにこう噛み砕いてあそれをもっとこの劇的にとかするにはどうしたらいいかなっていうところが多分演出だと思うので、はい、それも楽しいよ。面白そうですね。だから時には作家さんが意図しないことを、はい、あしてしまったりするんだけど、ね、自分で解釈してっていうことです。そうそう、でもねそれがね楽しいと思うのやっぱり。あそうですね、この作家さんも多分楽しいと思うの、はい、自分が意図しなかったことを演者がやって あこういうこともあるんだっていろんな発見、うん、あがあるから、例えば私も演出してても、はい、意図しない役者さんがいろんなこと出してきたら あ、はい、あこういうこともあるんだ、それが楽しいよね。そうですね、だって実際出口さんの演技の授業とか実際そういうのが多いですもんね、うん、その役作りの時に自分で考えてきたものをちょっと次の時間に披露してって感じでやって、うん、そうそうそうそれが実際取り入れられたり、うん、そうね、そういうなんか絶対こうあるべきっていうものはあるんだけれども、はい、新しい発見っていうのがどん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 良くなってくると思うので、はい、面白いよね。だからやめられないんだわ、ね、本当にそうですね。早く並木の作品を読ませていただいて演出をさせていただきたいと思います、はい、お願いしますぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで1時間お送りしてきましたドリームキャッチャー、エンディングテーマリオンの光の元へが流れてきました、はい、てか流したんですけどねそろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。で今日は準レギュラーの須竹並木と一緒にお送りしました、はい、で今後もねお送りしましょう。はい、お願いします。お送りしましょう。いつでもお願いします、ね、ゴールデンウィークに、ね、はい、徳之島に帰ってきた自称徳之島親善、はい、観光大使、観光大使、はい、うん、ピンクヘアの佐竹並木くんとお送りしましたね、はい、また来週ねこの時間にお会いしたいと思います。今回は出口優子と佐竹並木がお送りしました。はい、ありがとうございます、はい、この番組は楽しみながら表現力アップ
演技レッスンスタジオ DC アクティングスタジオと総合エンタメカルチャースクールルーム84の提供でお送りいたしました。今後もね、いろんな作品を作り上げていきたいと思いますので、どうぞ皆様もね、足を運んでいただきたいと思います。はい、お願いします。はい、ライブの方もね、ぼちぼち行っていきます。次回は6月4日の日曜日、北谷町ライブハウスモーツで、Can You Dream、はいはい、司会はこの佐竹真美希がピンクヘアでね、はい、お送りしますので、ぜひぜひ足をお運びください。はい、そして私のプロデュースしておりますバンドラクサス、はいはい、サードワンマンライブが今度6月11日の日曜日、はいはい、同じく北谷町ライブハウスモッズで行われますのでね、こちらの方も興味ある方 SNS でね、ラクサスが出口優子で、検索していただいて、はい、情報を仕入れていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それではタイトルコールご一緒にお願いします。はい、日曜の午後4時はドリームキャッチャー。また来週。